高取焼本家弥勒様へようこそ。15代当主の亀井弥勒でございます。16代目継承予定の亀井沙明でございます。よろしくお願いいたします。では早速ご案内いたします。こちらが我が弥勒窯のシンボル的な存在であります登り窯です。基礎はですね、大体1700年代のものでございまして、ここが西皿山っていう土地なんですけども、数多くの窯があったんですが、こちらを共同窯として使ってたということで、登り窯の数は全部で7部屋ございまして、非常に大きな登り窯でございます。しかしながら今現在福岡市の条例によりまして、そういうふうに煙を上げちゃいけないということで、今はもう使用することなく、本当に皆様に、昔はこういう窯を使ってたんだよっていうことで楽しんでいただいております。この窯はですね、こういう耐火のレンガを入り口にずっと積みまして、入り口を塞ぎまして、これは全部です。道着の間、それから一の間二の間、全て塞ぎまして、で道着の間から炊き始めますけども、二の間に移った時に、このくらいの分だけ開けまして、そこから、うちの場合はですね、非常に細身の木、これもヒノキとか杉とか、そういう割と細身の薪をここからこう投げ込んで、それも手前、真ん中、奥と場所をこうね、ちゃんと考えながら投げ込んでいきます。やっぱり細い木を使うっていうのが、機敏なそういう温度調整ができるということなんですね。太い木をね、ボーンと投げ込みますと、やっぱりそういう機敏な温度調節ができないということで、うちの場合はそういう小割りの木を主に用いてました。で、高取焼の特徴っていうのが、こういうふうにこう釉薬がかかってますんで、こういうお茶碗も直接入れるのではなく、あえて薪の灰がかからないように、お茶碗になればこういうふうなお茶碗株、鞘の一種ですね、こういうケースに、こういうお茶碗を一個一個収めて、そして板で塞いで、こういうのを積み上げて、釜詰めをして焼いてたということでございます。で、ここにこう穴が開いておりますけども、基本的にこう火が通るようにですね、こういう穴がこの鞘には、お茶碗株には開いております。だから直接灰がかからないような、そういう工夫っていうものもですね、先人たちは考えながら、いろいろ試行錯誤しながらやったようでございます。弥勒窯では、汎用時代に、藩が採取してたという土山があるんですけども、その土山を12代、私のひいひいじいさんが、ひいひいじいさんが手に入れることができまして、今現在もそこから原土を取ってまいりまして、その原土をこういう形で水肥をして使用しております。まずはこの原土をですね、水を加えてここである程度攪拌しまして、これを、この機械の攪拌水槽に入れます。で、ここで攪拌された、水に溶けた土がこの第一層に流れ込み、ここで比重の、割りかし重いやつが下に沈みます。砂とか石とかね。で、さらにこの第二層、第三層で
比重のまたより重いものが沈んで、最終的な大元の亀には本当に水に溶けた石だけが、蓄積されていくという形になります。で、最終的にその水に溶けた土、それをフィルタープレスという機械で、吸い上げて、絞って我々が日頃使う粘土に生成するという形をとっております。ここが、釉薬置き場兼釉薬調合場です。うちのミラク窯では410数年の歴史がございますけれども、400年間同じ釉薬の調合の仕方で調合し続けています。原料も、全て天然のものを使っていまして、主に3つの釉薬の原料からなります。1つ目が藁灰、2つ目が、木灰、3つ目が、長石。この3つの原料を用いて調合いたします。で、木灰も、自分たちで調達してきて、藁灰も、農家さんに頼んで、燃やして調達してきます。で、その木灰だったり、藁灰っていうのはやっぱり取れる土壌によって成分が変わってきます。なので毎年毎年同じ田んぼからできた、藁を調達しますけれども、やっぱりその土地の土壌によって成分が変わって、で同じように調合しますけれども、いい色が出たり悪い色が出たり変わってきます。
鷹取の特徴っていいますか、まあ、これは作品のまず特徴からいきますと、主流はやっぱり遠州鷹取ですね。こういう小堀遠州が指導したシンメトリーのきっちりした端正なスタイル、薄作り、特にこの片付きのお茶入れはだいたい断面がですね、こうやって 1.5 ミリという厚みでろくろ引きいたします。後から削って薄くするんではなく、もうろくろ引きの時に薄く作っていくっていう、これがとてもね難しい技術でして、やっぱりこの厚みで引けるようになるまではかなりの熟練と時間を要します。で、今回ですね、新しい試みでやり始めたのがこの初期の鷹取り、まあ、いわゆる今までは高鷹取りと申してましたけども、織部が指導したということで織部鷹取りという名称が現在では世に通ってきていると思います。遠州鷹取りと どう違うかっていうと、もう見てね、ご覧になって一目瞭然だと思いますけど、まず端正な遠州のスタイルに対して、こういうふうにちょっと歪んだ形、形がちょっとこうよれたような形、これがやっぱり織部の特徴でございます。それにやっぱり釉薬を、まあこれ現代流にちょっとまたアレンジはしておりますけども、厚めにかける、従来の鷹取の上薬をかけるっていうやり方ですね。でこれからまた発展させたやつが、まあ、新作であります本当の織部鷹取、まあ、織部の好みであったこういうふうな絵付けをですね、まあ、一部分にちょっとあしらって作品の特徴とするっていうですね、まあ、こういう感じ、まあ、これを今の私の15代の、まあ、もっぱらメインの仕事にしております。まあ、温故知新で、まあ、古い鷹取から、まあ、新しい鷹取だと、時代の変遷でこう作品も変わってくるわけですけども、まあ、ちょっと古きに戻って昔の鷹取の良さをもう一回追求してみようと思っております。私の作る、作品というのは今ブルーを基調にしております。このブルーを発色するのには、鉄分の多く含まれた土を使うことによって、白釉っていうものがブルーに発色します。この作品を見ていただければわかると思うのですが、こちらが鷹取従来の土を使って、釉薬をかけた作品になります。こちらが、私がブレンドした土に釉薬をかけた作品になります。全く同じ釉薬を使って同じかけ方をしているのですが、土の、ブレンドの仕方によって発色がこれぐらい変わります。また、私が作品を制作するにあたってこだわっているのが釉薬の流れになります。やっぱりこの流れのグラデーションが、まあ、綺麗なものが、鷹取焼の魅力の一つだと思います。そんな中で、この流れ方を、変化させるために僕がやっているのが、まあ、この作品でいうしのぎと言われる技法になります。まあ、成形した、お茶碗に大きな彫りを入れる、小さな彫りを入れる、そういうことをすることによって、彫りを入れることによって釉薬にランダム性が生まれます。そのランダム性が、面白い表情を、面白い景色を作り出してくれます。こういった作品に段差をつけることによって、まあ、千段巻きという形になりますけれども、こういう段差をつけることによっても釉薬の流れが、ランダムになって、面白い、景色を作ってくれます。こういった靴型茶碗と呼ばれる、まあ小鷹取りと言われる作品はこういう曲がった作品が多くあります。こういう歪んだ茶碗っていうのは、まあ、装飾が入っていたりとか、この歪み方によって
釉薬の流れが変わってきます。成形した段階の形の歪みによっても釉薬の流れっていうのは変わってきます。まあ、こういう装飾を入れることによって流れを変えて綺麗な表情を生み出す、まあ、そういうところにもこだわって作陶しております。こちらが、ミラクガマのお茶室、ランコアンになります。私の曽祖父にあたる吉太郎が作ったお茶室になります。この吉太郎の時代は、まあ、戦後ということで、材料もなかなか集まらず、そういった中、廃材を使ったりだとか、このお茶室の見どころになる床柱に至っては、秀吉が茶会をしたという、箱崎宮の山門にあった、鳥居を用いて作っております。またですね、ここに置いてある筑梅はその、鳥居があった、ところの基礎にあたる石を使って、使っていたものを、使っているということです。どうぞ。今回ボストンの出品作品におきましては、ちょうど私が今年還暦60歳を迎えるということで、とりあえず過去作陶40年間の集大成としまして、古鷹取、まあ開業当時の最初の作品、それから演習の指導を受けてからの演習鷹取、それから今度は黒田藩の指導のある黒田鷹取っていうのも多分あると思うんですけど、そして私のオリジナルの作品、この4つを融合しながらですね、作品の展開を考えておりました。まあその中でも、まあ今まで少しはやっておりましたけども初期の高鷹取、能型時代に生まれた鷹取焼に今回は焦点を絞って、作陶いたしました。でどういう作品かっていうと、この時代背景で、まあ、茶人の指南役をやってました織部、古田織部ですね、茶人の古田織部が指導したという鷹取焼、これを私なりに再現して、従来の鷹取の釉薬を使いながら、古田織部好みの造形、それには、まあ、当然形状もさながら絵付けとかもね施しながら、15代流織部鷹取っていうことで、挑戦してみました。まあ本日は本当ありがとうございます。まあ今回の作品は以前と違って、でこれ鷹取焼なのという思われる作品が出てると思いますけども、これは決して、私の好みで作ったわけではなくって、歴史を振り返りました時に初期の鷹取、これに今回は焦点を当ててそれを再現してやっておりますので、ぜひまたご講覧お願いしたいと思います。よろしくお願いします。今回お出しした作品っていうのは、その大きく分けて2パターンあるんですけれども、1つが、古田織部小鷹取と呼ばれる作品、2つ目が、演習鷹取と呼ばれる郡演習の、概念を取り入れた作品の2パターンの作品を、ご用意させていただきました。鷹取焼というのが420年ほど続いているんですけれども、初期の30年の間は古田織部が指導したとされております。で残りの390年380年は、小堀遠州の指導によって、まあ、今の鷹取焼があるのも
小堀遠州の指導があったものとされております。まあ、そういった2人の指導者が、いたということで、2つの、もう本当に真逆の作品っていうのが高取焼には残っております。その2つの、作品を、意識して、概念を意識して、作品、作刀をいたしました。まあ、これからの作刀についてですけれども、やっぱりその410数年の歴史がある中で、まあ、僕の前に、父も含めて15人いるので、まあ、その15人の技術、作品なんかを、作れるように技術を身につけて、まあ、その技術を身につけた上で、まあ、自分の色だったり味だったりを、スパイスを加えて、まあ、16代目として、自分らしい、作品を作っていきたいなと思っております。この度は、高取焼弥勒窯の、作品を見ていただき誠にありがとうございます。400数十年の歴史だったり技術が詰まっております。また僕の思いや、技術など、全ての力だったり思いを込めて、作刀しました。ぜひ、まあ、手に取ってご覧ください。まあ、我々が日頃作る作品におきましては、こうやって茶の湯で使うやっぱりお道具が中心となってますんで、やっぱりお道具っていうものは使いやすくなければいけない。まあ、そういうものをやっぱり、作家自身が感じ取るために、日頃自分たちが作った作品を用いて、まあ、このような簡単なちょっと、お茶をいただくようなシチュエーションを作りまして、自分が作った作品のいいところ悪いところをお互いにこう指摘しながら切磋琢磨しております。やっぱりね、本当にお茶道具っていうものは使いやすさっていうのが一番の命でございますんで、使いやすさをやっぱりこうやって、追求しながら、それプラスの今度は作家の個性を生かしたデザインということで、日々精進しております。で、日頃道具を使いながら、道具のこうやった良し悪しをこうね、自分の中でいろいろ見出していくのは大事なことやね。まあ、やっぱり今からちょっとこう厚みとかね、やっぱりちょっと熱いお茶を入れるとあんまり薄いとね、持てないもんな。その辺を高取の薄さを、薄作りというあれをね、どうしていくかやな。いかに薄く作りつつ熱さを感じないような持ち心地で、そういうお茶碗が使っていった。そうね、まあやっぱりこうね、先代とかね、先祖が作ってきた作品は、まあそれぞれに時代背景があると思うけども、まあ僕らは僕らでね、お前とも生きる時代がまた違うんで、また新しい感性でいろいろとやってもいいかな。その中で面白いと思うけどね、この茶碗なんかね。まあそういうところをこうね、自分で使いながらいろいろ考えていけば、いい作品できると思うし。